どうも、タイムシスポーツです。いやー、皆さんお久しぶりです。夏休み始まっちゃいましたということで、私もですね、皆さん夏休み暇だろうからですね、暇じゃないです、練習とか宿題とかそういったものに忙しいけれども、ポケモン GO とかしながら、まあダラダラしつつも、ちょっと新しいことないかなと思いながら練習したり勉強したりサボったり、夜中ほつき歩いてポケモン探したりしてることだと思います。まあ、そこでですね、皆さんがちょっとおっと驚くようなネタというか、別に喜んでいただけたら僕は嬉しいなと思うぐらいなんですけれども、新しいグローブを持ってきました。こちらです。じゃん、ダビドスポーツなんですけれども、ちょっと画像を出しますね。カタログの表紙をふいっこの辺に、出します。で、ダビドスポーツっていうのは、そのダビドの意味、まあ、ダビドなんで DD なんですね。で、DD なんですけど、聖書の中にですね、ダビドというね、小さい男が出てくるんですけれども、まあ、話で言うとダビドって小さいんですけど、そのゴリアテっていう強いやつを倒しちゃうんですよ、一人で。で、結構頭を使ってそのゴリアテを倒してしまうんですけれども、その頭を使ってそのでかいやつらを倒すぞっていう意味で、ダビドの、そこから来てるらしいです。ダビドスポーツって言います。まあ、ガンガン日本で売っていくんでよろしくっていう意味がここに込められてるようです。で、公式が2種類あって、軟式も2種類、シリーズがあります。まあ、水プロスグローバルエリートみたいな、そんな感じのシリーズですよね。で、これはダビドのね、公式の、まあ、2つあるグレードの中の、2つ目のグレードというか、まあ、一番下のグレードになるんですけど、インソフト、インノスト、ちょっとね、言葉として英語じゃなかったんですよね。で、翻訳で調べたらチェコ語で、こう行動的みたいな、活動的っていう意味じゃないかなというふうに、分かりました。まあ、そうじゃないかなと思うんですけど、まあ、内容はどうこう、まあ、グローブについて語っていこうと思うんですけど、公式が、ね、2つ、これよりもう1万円ぐらい高いのがあるのかな、それと軟式も2種類と、安いのから高いのまであります。ということで、まあ、4万もしないと思うんですけどね、一番高いのも、詳しくはホームページも載せておきますので、そちらで確認していただくのと、これを送ってきていただいた方というのが、今ダビドスポーツの、キャンペーンとなっておりまして、ダビドスポーツ、題してですね、ダビドスポーツ、サポーター大募集っていうのをやってまして、これね、なりたいっていう人ね、いるんですけど、それにはですね、なろうと思うには、まあ、なった特典というか、値段がとてもリーズナブルな価格で買えるわけです。まあ、どんなグローブか上がらないのに、いきなり定価で買ったりするのは難しいし、まあ、ましてやですね、どこにも置いてないっていうことを考えるとですね、まずは、ダビドスポーツのね、サポーターになって安く買って、それをみんなに広めていくっていうような流れを今取ってるわけです。で、それになるには Facebook の中でダビドスポーツを探してもらって、そこに詳しく書いてありますので、皆さんダビドスポーツのグローブを手に入れたい方はですね、どしどしご応募してみてください。では、紹介していきましょうか。よろしく。はい、これがダビドスポーツのグローブでございます。まあ、真っ黒でね、ここに金、まあ、ライトゴールドというか、まあ、ラメなしのゴールドに赤の縁で乗ってます。で、まず僕が気になったこととしては、まあ、その2万円台の後半、2万4000円のグローブ、まあ、税込みで2万6000円ぐらいですかね、にしては、まあ、革の分厚さとかは、良くて、型も良かったです。ただホームページで言ってるような、良質な革を、革紐使ってますっていうことなんですけど、あまりそうは感じなかったですね。むしろ革紐がちょっとネックじゃないかなと思うところがありました。革の分厚さとかはいいんですけど、全体的に分厚い感じですね、このモデルに関してはですね。上のモデルは知らないですけど、このモデルに関しては、まあ、ちょっとだけ太りすぎという感じのグローブですね。ちょい、まあ、全体太いですね。親指芯も小指芯も、まあ、この辺は太くていいんですけど、この補給面とか全体ですよね。その辺がちょっと違いが、
で、こちらのね、気になったのはね、このタグを、このタグをここにつけちゃうんですよね。見たことないんですよ、僕。メイドインインドネシアってここに書いてあってね。ちょっとそれがちょっと僕あんまり許せなかったかなと思って。なんか安っぽいじゃないですか、そうなると。っていうのが気になったところですかね。でですね、次回、この型をつけていこうと思います。で、これ公式なんですけど、やっぱ軟式でもバンバン使いたいっていうことで、超柔らかめにしてほしいということで、深めのポケット、まあこれ浅めにできないことないですけど、まあもともと深め設定のポケットになってるので、それで超柔らかめで仕上げてほしいということなので、なんとか型をつけていこうと思います。今回は湯もみ型付け加工で仕上げていこうと思います。次回もよろしくお願いします。